こんにちは、こそばチンクの部屋ようこそ。こんにちは、くまるん、こんにちは。今日はなんとくまるんと原宿に来てます。イエーイ。でね、今日格好もちょっと原宿と言ったらね、 JK の格好をして原宿に来ました。でね、ずっと一緒にくまるんとお出かけしたいとかずっと言ってたので、今日はくまるんと一緒に原宿でデートをしたいと思います。でも早速こっち行ったら竹下通りなので、くまるんと一緒に行ってみます。あ、青なったから行こう。こんにちは。くまちゃん。くまちゃん。くまるんだよ。握手する？わあ、かわいい。キバある。キバある。だけどかわいい。かわいい。くまるんお腹空いたの？でもここ、マックだくまるんここマックだから、マックだから、ちょっとせっかくだから原宿っぽいとこ行こう。かわいい。くまるん似合うんじゃないこれここにつけたら似合うんじゃない？くまるんって何色が好きなんだろう。これこれがいいの？こういう感じ？あ、でもかわいい。似合いますか？似合ってますか？で、くまるん今回初の竹下通りなので、多分ワクワクしてますね。おいしそう。え、これ飲みたいよね、光るやつ。どこにあるんだろう。え、くまるん飲みたい？え、飲もう。じゃあこれ飲もうか、光るやつ。じゃあ買ってくるからちょっと待っててね。ちょっと行ってきます。じゃあ購入したので、ちょっと移動しようか。くまるめっちゃ人気者だね。暑いね、今日すごい暑いから、もう早速この買った哺乳瓶を飲みたいと思います。じゃあ一緒に飲もうか。いただきます。おいしいねおいしい。こっちがブルーハワイになってて、これがピンクレモネードスカッシュになってます。美味しいね。はい、飲み終わり。あ、早くない？まだ飲んで、まだこんだけ。くまるんめっちゃ早い飲むの。もうこんなに飲んじゃいました。で、水分補給もしたところなので、ちょっとお腹も空いてきたから、ちょっともうちょっと歩いて何があるか竹下通りをデートしたいなって思います。じゃあ行くか。歩きたいって言い出したんだけど、無理だよ。でも似合うかも、似合うかも、似合うかも。今日人多いですね、本当に。あ、すごい、タピオカだ。犬だよ、クマルン、クマだよ。犬好きなの？クマルン、クマだよ。クマルンはクマ。犬じゃない。ね、クレープある、クレープ。クレープ食べようよ、クレープ。クレープ屋さんがあった。クレープ食べようか。クマルン、どれがいい？くまるんっていう名前で、そうなんです。かわいい。食べるの？
食べます。あ、食べんだ。あの、マンゴーの方食べます。あ、はい。え、女装ですか。そうなんです。めっちゃ似合ってます。この辺ですか。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、クレープです。こっちがマンゴー生クリームで、こっちがなんだっけ、ストロベリーブルーベリーなんとかみたいなやつです。すいません、めんどくさくなかった。くまるんがこっちで、ニーヤがこっちです。くまるん持てるかな。くまるん潰しそうで怖いんだけど。よし、じゃあちょっと物陰に行こうかな。よし、今ね、もうなんか疲れちゃったんで、これを食べさせたいと思います。はい、乾杯。いただきます。いちごから食べるね。うん、おいしい。今ねも食べる。おいしい。マンゴー好きなの。初めて知った。いちごは、いちごも好きなんだね。果物好きなのか。くまるん果物が大好きっぽくて。くまるん初めてのストロキ楽しかったね。でも初めてが原宿の竹下通りって、なかなかいい デートだったと思うね。楽しかった。ってことで、今日はくまるんと初デートをしました。で、思った以上にくまるんのことを見て可愛いって言ってくれる子がめっちゃ多くて、原宿のスターになってましたね。くまるん多分知名度上がるよ。だから今後もなんかいろんなとこデートとか、あとずっとやってみたいのはバンジージャンプとかしたいので、よかったらくまるんと一緒にバンジージャンプしたいなって思います。で、くまるん最後エンディング撮るよ。エンディング。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。みゆとバイバーイ。